はい、これ。さすがだな。はるか、その女、人形にするのか？そうしようと思ったんだけど、この子、急に蛇女に転校したいって言い出してさ。お前は本当に転校したいのか？転校します。もう半蔵学院には戻れませんから。そうか。では今からお前は私たちの仲間だ。どうした？どうしたって、ヒバリを疑わないの？疑うって何を？今まで敵だったものを簡単に受け入れすぎる、そう思うのか？やはり善というのは窮屈で差別的だ。正しいものしか受け入れることができない。しかし悪は善よりも寛容だ。どんな人間でも受け入れることができる。それが善人と悪人の違いだ。もしヒバリが裏切ったらどうするの？超秘伝忍法書を取り返すつもりか？やれるものならやってみるがいい。え？それでも私たちは来るものを拒まない。この顔、どこかで。
私の家は特別な家で、私は家業を継がなければならない。君の成績ならかなり上の高校を狙える。それなのにどうして？君が高校に行きたいのなら僕が両親を説得してもいい。このことは誰にも言わないでください。私の家は忍びの一族なんです。信じるも信じないも先生の自由ですが。いや、信じるよ。もう少し詳しく話してくれないか？そうか、ようやく尻尾をつかんだよ。死ね！先生、どうして？決まっているだろう。僕が悪人だからだ。私の命を狙うのならどうして優しくしたの？あの一族の娘かどうか確信がなかったからな。だったら拷問でもして聞き出せばよかったじゃない。拷問？ダメダメ。信用させてから裏切るのがいいんだよ。そうそう、それそれ。僕はね、そういう顔を見たかったんだ。しかし傑作だよ。もしかして君、僕のことが好きだったとか？バカにするな！ようやく見つけた。あなたね、小道を半殺しにしたのは。だったら何？ヘビ女子学園。
私をこの学校に入れてくれるのか。なぜそんなことを聞く。私はあんたたちの仲間、コミチって男を半殺しにしたからだ。過去など関係ない。ヘビジョはどんな人間でも受け入れる。知っているかね、悪は善よりも寛容なんだ。学校であったら殺し屋になるかもな。ねえカツネ、ヒバリちゃんのことを見なかった？いや、見てないぜ。そう、いや、なんか心配で。ヤニューちゃんのことで責任を感じてたみたいだから。ヒバリのことなら心配無用だ。ホムラちゃん、お前何しに来た。それに心配無用ってどういう意味だ。ヒバリはヘビジョの生徒になった、そういうことだ。何を言ってるの。ヒバリはヘビジョに転校した。だからお前たちのところにはもう帰ってこない。ヒバリちゃんが半蔵学院を辞めるわけがない。変な嘘をつかないで。私は嘘などついていない。そんなの絶対に信じない。嘘だって言ったら嘘だ。まあいい、あくまで私が嘘をついているというのなら力ずくで本当のことを言わせればいい。簡単だろ。みんな下がってて。ホムラちゃんの相手は私がやる。信じよう。いざ尋常に舞い切れ。あっは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 っやりくってこんなに逃さない。
ね。あ、はいか。ナックくらえ。早く戦いたいぜ。なんだ、逃がさない。ふっ、くらえ。ふっ、飛んだ、くらえ。くらえ。早く戦いたいぜ。やっ、出ました。くらえ。技あり。リガッといるならとっとと撃たれた。こんだけ伸びしない。おやり受けてみろ。わけい。ふっ、やったね。つきあい。答えはこれだ。それは超秘伝忍法書。これはヒバリがヘビジョに持ってきたものだ。嘘よ。そんな。信じたくなければ信じなくてもいい。しかしこいつの力は嘘でも何でもない。素晴らしい。これが超秘伝忍法書の力か。
体中に力がみなぎってくる。今ならどんな忍術でも使えそうだ。どうしたアスカ、体が震えているぞ。もういい、しらけたよ。アリを踏みつぶしたところで大して面白くもない。超秘伝忍法書を奪った以上、お前たちに興味はなくなった。さらばだ。ホムラちゃん待って、ヒバリちゃんは、ヒバリちゃんはどこにいるの？どうしてこんなことに。いかなく